以前になるんですよね。八王子に組立地蔵ってあったんですよ。あったって昔のことね。そのうちは頼まれてあの行ったんですが、その時はもうそのお父さんなかったな。でな今もだい様子変わってますがね。その当時というと山の上にあったんですが、その山ね昔その要するに八王子というその場所柄もあるんですが山梨の方から。 要するに絹の糸を持ってきてで八王子はほら田ん、あのー、モノールそういう有名な場所ですからね土地ですからでその絹街道って言ったのそうですよ街道ってあったら狭いんですよこんなもんですからね要するに土の道ですよそれがずっと続いて山の中その絹街道のそこずっと上がっていくと突然そこから石段になるんだ立派な少しこう広場になってて階段になってその石段をトン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 と上がっていってもう一度トントントンと上がりきるとこう少し広い土地になって少し広くなっててその周囲に 大きな木がいくつもこうあるんですよね。それ何だろうこれと思ったの。その土地を囲ってるあるんですよ。それね囲ってるのはその今何もないんですがよく見ると石の土台がある。昔社があった神社が。でこの神社をおばあさんが一人でずっと守ったっていうんですね。で周りに墓石なんかあるんですがそれは全部おばあさんがやっぱ面倒見ていたんですがある晩に賊が入ってこのおばあさん殺された。以来誰も面倒見てくれない。 屋敷の方はっていうのは落雷だっていう話もあれば放火という話もあるんだけど燃えてしまってないて土台だけ残っていて周囲の木々が残ってるもんだからおかしになってるんだったっけ雨がさーっと降るんですよなるほどそういう土地なんだなじゃあ皆さんこんな感じなんだよってあ、はい、分かったで私がその絹街道ね山の中の,その山道ですよ普通で見りゃ街道なんてもんじゃないただの山の中の道なんですがそこを食っと登ってくるとこからカメラ迎え撃つんでって「はいはい」でその道の下の方へ行ったんだ。 で一緒に AD 君も付き合っててくれてねで、雨さーっと小雨降ってるもんだから綺麗なとこういたんですよずっと。なかなかオーケーは来ない彼はこ無線持ってるんですがね「来ませんねまだ」照明やってんのかな」って言ってたの。うん我々がいるその下道はずーっと街道つながってるんですが下に白くんか見えたんで、あれ誰だろう人かなって「人ですねこっち来るのかな」ってんだろう明かりも何にもないとこにぼんや表立ってるんですよ明かりは持ってないんだ 上がってきたんんんですよあ来るねずーっと来て男だってような気がしますがねな年でもないような白っぽいの着てるんですがその彼がふーっと目の前で撮ったんだその時に「こんばんは」ってこっちも勇気もないし向こうも何も言わないでスーッと通っていった「俺ちょっと待ってからどこ行くんだい?」だってこれ上がってったって何もないんですよ山の上だってや神社や焼けちゃってないし墓しかないんだそれはも,もうとんでもない時間なんですよ結構夜の。 何しに行ったんだあれとそしたらそのエイティ君「ちょっと待ってください」って無線乗って「チーッ」って「あすみません」って「はいはいえ、あのですね今この絹街道なんですがねそちらの方へあの人が行きませんでした」「いや誰も来ないけど」「いやいや今目の前ね通ってったんですよ白いような服着てましたけど通りません」と「誰も来てないね」って言うんですよ。「皆さん誰も来てない」っておかしいねおい」で今通ったんですよ そうしたら、は「はいじゃあそれで行きますよろしいですか?」とか「はいよ」って言っ,たらはーいーってでずーっと行って山行ってでその土台だけ残ってる神社があったって場所に行ってちょっと話はして裏手を回って「ちょっと待ってよ」って,言ってお金道ち行ったんですなぜか知らない私そこ「えー、こんなんあるんだ」って木に囲まれて見えないんですがね墓があったんです古い墓がよくあの昔身分のある方が亡くなった時にこっそりと墓だけこう置いとくっていうのがあるんですよね昔首持っていかれちゃいけないんでだからあの 隠してこっち来たら別の墓菓が並んでるいくつか並んでるいくつかですよ大きい墓場じゃないいくつか並んでるそこにね茶番越してるんですよで湯飲みん屋なんか半分土埋まってるああ、そうかその神社で持って殺されたっていうそのおばあさんが生きてる頃はきっとこれにねお茶なり水なり入れてこう置いてったんだろうにおばあさん亡くなって面倒見る人いないからいつかしら転がったまま土に埋まっちゃったんだなと思ってね土とか,かしてなんかて置いてたんですよ。 ででもないんですよねあれ稲皆さんこれお義父さんかある割と新しいとこなんですがね墓石の中に並んでお義父さんが立ってるから「いやそれ違うね」大体首があるしそういうもんじゃないねこれ割とは新しいし違うね」ったら「そうですか」ってったんで先に探しに行っちゃったのねでその間カメラの方が別にこう抜き取ってるん,いるんだよ周りの周囲で絵を撮ってるずーっと見てて「あら?」と思った一番最後「そうだな何ですか並んでるぞいくつか並んでる」 その戦並んでる墓石の一番端それ墓石じゃないんだお地蔵さんですよね漢字がこう座ってるのうん首がないもので「ちょっと明かりもらえる?」って言ったら照明さん「いどうしました?」って言ったら「いやちょっとこれ明かりもらえる?」はい明かり向けたらねそれ小さいんですよ小さい石のお地蔵さんなんですがそのお地蔵さんあぐらかいて座ってるんですかって台の上に立ってないんですよあぐらかいていてこの辺りは真っ赤なんですよなんか塗ってあって ここれ昔こううい色がついてたのかなこのお藤さんね」って言って何か,か抱えてるんだ見たらなんとこれは自分の頭を抱えてるんですよ首立しそう、首がないんじゃなくて自分の頭をこう持ってるんですようわあ不気味だなって怖くなったってそしたらその時一緒にいたそのプロデューサーが「稲川さんねその聞いた話なんだけどそのこのお藤さんってのは触っちゃいけないって言ってるんですよ」と。 これに触ると災難に遭うから絶対触っちゃいけないっていうね決まりがありましてねてあそうですか」「どっかにね書いたね文句があったんですがね」えー、ってた「ああ」る、書いてあった「触っちゃいけない」と「触れをたたるから一切触っちゃいけない」って書いてある「へえ」なるほど」でこれをよく見つかりましたい、ね、いやこれ地元にねうちの AD がねいるんで彼がこれ見つけてあの紹介してくれたんだ」とあそうですか」つっ,って「じゃあもう取れたし引き上げようか」って言ったらばその地元のこのねあの組み立て図を紹介してくれたその AD 君が すません、自分近いんでここから帰っていいですか?」って言ったら「いいよ」下に降りてって彼らそのまま入り口帰っちゃったで我々はそのままロケ車で持って東京へ向かったわけだ何ちかしたらねプロデューサーから電話があったんですよ「先生稲川さんありがとうございました」って「ええー、どうもこちらこそ」ってったら「稲川さんちょっと気になることがある」って言うの「えあの我々にね君たち地図を紹介したあの,の,あの地元の,あのエディね」とか「彼あのあとね事故ったんですよ」って。 え、「あの人は?」ってったそうだと。で、病院に入院しましてね」とか、はい「どうも気になるんですよね」何がです?」ってたいやあいつね帰りがなんだけどこっそりとみんなに内緒でもってあのお嬢さん触った」んですよ「触っちゃいけないお嬢さん触ったんでただったんじゃないかって話なんですよね」って言ったら「ああなるほど」まあいやじゃあ今度はあの会うことがあるから一緒にねプロデューサーで会うからその時にちょっと話聞かせよ」って言ったんですよ「ああそうしましょうか」 何日かしてまたそのプロレスあったんであったんで「いや先日の話ね」って言ったら「うんえー、いやね彼あのー、怪我してね実はね私行って話聞いたんですよ病院で」って言ったら、うん、それによるとね彼帰りにあのー、お父さん触ってそれで家へ帰ってきたで帰ってきたらばそこに電話があって友達からで,で「どうする?」って「じゃあお前今から行くからさ」って言って自分のモトコロスのバイク 山で乗るもんだから慣れてるんでああ行きますって乗って,乗ってブーて出た瞬間にチャーっと滑ってガールンガーン叩って,当たってそのままトーン倒れたっうんですよ。それで足けがしちゃってで病院に入院したってんですよね。ああだからそのお地蔵さんの叩いじゃないかって言うんですよね。彼が言ってるんだったらそういうに言ってるってんですよ。でもまあそれは確かにお地蔵さん触って空手の人を触って で帰ったらそういう事故にあったんだから「たたり」って言えたたり」だけどまあ陰のっちは偶然たるじゃないってな。ねだって触って帰って偶然雨が降ってんところのバイクだったんだから偶然たるじゃないあるんじゃないってったらねそれがさ稲川さんはちょっと違うんですよとどっちかのその怪我したね AD ね彼が言うにはその電話をもらって青い行くよって出かけたんだけどその電話をくれた本人にね聞いたら彼「電話なんかしてないって言うんですよね」って言うんですよね。 じゃあやっぱりたたりだそれからそうですねせいぜい3年ぐらいしてからかなそこでもってあのまたロケをしたいから田舎さん来てもらえないかったそれは私の番組じゃないんですよ。そのなんかの番組でで、小田武道も付き合ってるんですよね。だから小田武道っていう人はあのとごっつけって強く見えるけどそういうとこ人ね行きたがらなくなっちゃう人なんですよ。とんねるは入らないとかねお伊藤さんは行かないとかね。 そう「いうう人ななんんですよね稲川さんにそのしょうがないからやっいたといやそは私この番組のねあのレギュラーじゃないし私関係ないんだけどそしたらうちの番組のさあの,のレギュラーでやってる番組のリポーターも言ってるんですよ。で「稲川さん」って言うからね同じ曲だし「じゃあいいですよ」って私言ったんだ。言ってみたらさもうないんですよその組梨地図自体が。どこへ行ったか分からない。まあ、どっかにあるんでしょうけどね。 そんなことがありましたよね八王子の,首のシーただ八王子にはもう一つやっぱりそういう怖いところがあって今はもう公園になっていてあまり問題ないんですがねこの時もそうでしたねあのーまあ、八王子上司なんですがねそこでたくさんが亡くなってで当時は女性ばかりがたくさんいたんだけどもう最後は負けると分かったんでみんな首を切ってね会見を切って滝つぼ飛び込んだ当時は今と違って流れがきつくて死体がこう流されてそれが身ばっかり座ってそれ血であふれてそこの 滝がすごい流れていくその下平地になるんだけど溢れた水が血に染まっていたんで血の海道って言われたんですよっていう話聞いたことあるんですよなるほどと思ってで上がってったそしたらねあのドーンドーンと飛ばすんですよなんだまあ確かに周りは山なんですがねでももうちょっと行きはあの美術系の大学もあるしあ,のあれこれあるんですよねでも山の中だでも俗に言うそのいい道路が走ってるからあんまり山の中って感じはしないんですね私してみればコンビだったあるし普通の住宅もあるし でも一度あると山,山っっててかなな深いんんだなって感じはするんですででもねおかしいのはその時間これ民家の音じゃないよねって思うの本当にドーンドーンって音がしてるんですよ普通のうちでもったらこんな時間に太鼓叩かないだろうなと思ったんだそれで上まで上がってそのたくさんの人が亡くなったってその場所に行って、まあ、線香なんか描いたりしてで平らな場所に行った時にあらと思ったの立ってるとそこにこう向こうに門が見えたんですよねで草がボロドロなんですよさっとこう草が生えていて向こうに門だけ見えたのあまりなくて。 なんで作っってかそがこに月が浮かんでるんでですよ俺月だよね。空中に明るい丸いものなんかないもん。黄色い目見た丸いものないでしょだってあの電気があるわけじゃないしさ柱がないただ空中にポーンとあるんですよ。夜空背景にしポーてポンと浮いてるわけ。明るいんだ。月かなでもおかしい。月ならもっとこっちですよもうとうに。月じゃない。じゃああれなんだなんだろうねって言って。 でスタッフが、そうですよね、とから、彼と一緒に行ってみたの、門でどん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 近づいていって門のところに行ったらふっとそれないんですよ今二人とも見たのにないんですよおかしいねー何を見たんだろうね言いながらある子へ取材して「ただ井永さんここは怖いのあね」って話があるんですよどう怖いのかっていうと私実はそこで前に経験してこたんですよここはむしろその上司のお仕事にお城があったその後よりも入り口にある 小さなね、ああの,の建物があるんですよこういう。いでもね開かないの格子が打ってあって外からこう見えるんだけどその暗い中に何があるかとちょっと大きめの部屋にっいうのがあってなんかこういたるんですよただこれは絶対怖いって言うんですよで私そこを何回か行っていて一度はね割とそう信じられる例の社はったんだけど稲川さん、んここれを開けたららまずい。の中に閉じ込めてあるからって言うんですよ。要するにあのー、紙面の部屋じゃないけども霊を収める場所ってあるんです部屋や何かに開けちゃうとまずいんですよね。 だから本当は向こうが一番怖い場所だって言われるけど私はこんな怖いですよとで実際ここは絶対開けてくれと書いてあったんですよ。ああこれなんだなで、そういうことがあってその時なんですが我々やっぱりその時もそこでロケやっててそれで AD クに任せてじゃあ降りてきましょうかって私もてそのあと車で移動したかったんで降りてきたんですよね。で、てったらと思ったら急に突然真っ暗になったんですよ上が。っていうのはその一番の上に明かりをつけて作業したのに突然歩いてきたらふっと軽くなったうんと思ったら上明かり消えてんだあれ ったんだディレクターが「あれ明かり消えてんな」ってだってあのちょうどお城の石垣の上みたいなもんだからさ明かり消えたらかるじゃない消えてんですよそんなバカなと思った瞬間に「いやーって決め上がったの「お待い待ってるよ行くって言って今戻ってきたんだけど走って上がってったんよ明かり持ってトン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 ,トンね新土とこにこう階段みたいになってるから土のと走って行ったの闇で見えない」って言ったらそのこんなすごい草の中 どうしたって言ったらどうしたどうした何をって言ったらば自分が片付けてた明かりつけてねでほぼ片付いてあいいかなと思ったらうん声がしたる気がしたんだ何だろう誰がいるんだってケアがしてるざわざわ音がしてんだって声してるのなんか来るなと何だろう来るなと思ってたらだ,だ,だんだんだん近いってた瞬間にフッと明かり消えちゃったなんて まあったな真っ暗だなと思ってで真っ暗の中ねすいません明かんなくてって聞くと何を前何着ぐなったなっていうの嫌だからいや真っ暗の中でちょっと待っててで一息入れてあの様子見てダメだったら降りていくしそうじゃないからちょっとこれ持って待つしかないやなでみんなスタッフ来るだろうからって待つとその時にケアが来たとずっと声がしてダバ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 してその時気が付いた,たんですよね初めは肝だましか何かで来た人間なのかなと思ったわけだでも肝だましだったらば もっと大きな声ではしゃぐだろうし明かりを持ってますよ明かりがなくて声だけするおかしい変だありえないから。だんだん冷静になってきた闇の中で変だよこれ変だよと思ったらだん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 来たでもねそ空気はするって言うんですよさば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 うーって言ってそれがすぐ前まで来たんでこうなったこいつなんて俺の前にいるでも真っ赤で見えないなんだこいつと思って怖いからふって身構えた瞬間にその真っ赤な闇の中で あの普通、夜でもね、空って真っ暗じゃないんですよ。だから、空を背景にすると輪郭って見えるわけだ。ところが、そこは草が育ててるから、空が背景じゃないから見えないんですよ。でも、その真っ暗の中で輪郭ではなくて、目の前に闇が笑ったんだとか、にゃーって。それで、うわーってひまげたんだ。自分の前にいたんですよ、そいつね。それが、にゃーって笑った瞬間に、犬が見えたんだって、こうやって、かって動いたから。もうちょっともみいませんよ。そういうとこなんですよ。 まあそんなとこだったんでその月もここにはおかしなこと起きるんだなぁと思いながら降りて歩いてたのそしたら何か気になるこう、首こうやってたん違う何となく気になるとかってゃってそしたらその一緒にいた彼が「井上さんはどうしたんですか首?」って「え首?で」で稲さん「首」ってかえっ?」つって,って赤いの切れてたこう、ずーっと髪と切ったみたいにこれまで切られてたんですよほら女性が首切って死んだっていうその場所ですよねあったんですよね そんな経験がありましたねそれじゃあまたいつか<で>この場所で赤い半天気せましょうかここここここだ変だな変だな変だな いる,いるんだ、おい,おい